平か今、先発ならもっとチームに貢献できる、結果。ようやっとる。平均7回は投げろ。メジャー行く気満々だけどボスいつするんだろ。メジャーの契約金だいぶちゃうやろ、ようやったわ。普通に良いのになんか地味よな。平のせいじゃないけど、チームが最下位争いしとるからどうしても目立たんわ。毎年活躍するエース格では今は違うし。いい意味で先発転向したリリーフエースのイメージ通りやわ。境遇がいろいろと山本由伸に似てる。貢献はしてるけど山川さんのせいで話題にしづらい。平高橋今井がいてなぜこうなるのか。沖縄の話は NG。 中継ぎ平がいなくて負けた試合もあるけど、今チームに貢献できるのは嘆きや。間違いなく貢献しとる、立派なもんや。あれだけ大きく出て有言実行できるのはすごい。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。